マカロフはソビエト連邦において開発された自動拳銃。堅実な設計の中高系拳銃としてソビエト連邦軍やロシア連邦軍、ロシア国境軍など多くの軍や準軍事組織で採用された。9X18mm マカロフ弾と 9X19mm ルガー弾との比較マカロフ PM 弾面図マカロフは第二次世界大戦後、 戦前からの軍政式であった大型拳銃のトカレフ TT-33 に代わるものとして開発され1951年に正式採用された。名称は主任設計者のニコライ・ヒョードロビチ・マカロフにちなむ。その設計にはドイツのカール・ワルサー社が1929年に開発したワルサー PP が大きな影響を与えている。 作動方式は単純なストレートブローバック。激発方式はダブルアクションとシングルアクションの兼用であり、またスライド左側面後方には手動式の安全装置が装備されている。これらのシステム一切、そして全体のフォルムの多くはワルサー PP のそれを踏襲したものである。独自のアレンジとしてはスライドストップレバーが追加されている。 在来正式モデルの TT-33 は安全装置を書くために実用上大きな不便があり、その点で本銃は大きく改善されている。なお、ワルサー PP と同様に、この安全装置にはデコッキング機能が付加されており、安全装置をセーフティーポジションにすると撃鉄のコッキングは解除される。安全装置を作動させる方向は、 ワルサー PP とは逆で、レバーを下から上へ向かって押し上げる。使用弾薬は、拳銃の戦場での重要性が薄れたと判断した軍部によって、ドイツが第二次世界大戦末期に、ワルサー PP 向きに開発した 9mm ウルトラ弾を、ソ連向けにアレンジした QX18mm マカロフ弾が、新開発されて採用された。 QX18mm はストレートブローバックの拳銃で実用上安全に運用できる最大限の弾薬と考えられていたが、後にはボディアーマーの普及に対応するため、マカロフ弾をもとに競争化したマカロフ PMM 弾も開発され、これを使用可能な構造強化型が生産された。PMM 弾は従来のマカロフ弾と同寸なので、 PMM 弾対応の拳銃で従来型 PM 弾を使用することはできるが、その逆は安全上行うべきではない。なお、弾倉の脱着スイッチについては、原型となった悪さ PP では、通常、迅速な弾薬の再装填を可能とするために、悪波の左側面上部にボタンが設置されているのに対して、本銃では構造、生産性の簡易さを優先し、 悪波の仮面にレバーを設置する簡略な方式になっている。親指でボタンを押すだけで断層を抜ける。側面ボタン式に比べ断層の素早い交換には不利であるが、軍用拳銃が実質的には補助兵器に過ぎないという実情を考慮すれば相応の妥協といえる措置である。また、本銃のファイアリングピンにはリターンスプリングがない。そのため、 ファイヤリングピンは組み付け状態においても、前後へ自由に動く。もっとも、ファイヤリングピンの質量はごくわずかなため、大きな慣性力が働くまでには至らず、弾薬の来管を誤ってついて、暴発事故を起こすことは少ない。むしろ部品点数を減らし、スプリングの接損による故障を予防する効果を期待できる。PM と AK-74M を装備したロシア。 連邦軍兵士このように開発されたマカロフは1951年よりソビエト連邦軍に採用され、将校や広報要員用に広く配備されたほか、KGB などその他の公的機関、さらには東側諸国でも採用された。現在でもロシア国境軍、ロシア国内軍や独立国家共同体各国で採用が継続されているが、ロシア連邦軍においては、 有名な QX19mm パラベラム弾と互換性のある新しい弾薬の正式化に伴って、これを使用する MP-443 グラッチに代替され、退役が進んでいる。ソビエト連邦の宇宙飛行士は大河に着陸して、数日間救援を待つことを想定し、野生動物からの自衛や狩猟用として、マカルフ PM を含むサバイバルキットを装備していたが、 1965年にボスホート2号の乗員が実際に使用したところ十分な性能を発揮できなかったことから新規開発された TP-82 を含む新型キットに更新された。東ドイツ製の PM ドイツ民主共和国では1950年代末期頃からエルンスト・テールマン車両及び領重工場におけるマカロフのライセンス生産が開始された。 1958年と1959年に製造された初期生産品は東ドイツ独自の改良として部品の製造方法に鋳造が採用されていたがこの鋳造部品は耐久性に劣り破損が多発したため早い段階で機械加工に戻されると同時に工場責任者が投獄される事態に至った製造期間は比較的 短く1965年までの7年程度であったが、ドイツ再統一後になって、在庫部品や一部心臓部品から組み立てられたマカロフが商用販売目的で再生産された。東ドイツ製のマカロフは、多国製と異なり、ランヤードリングを省略した黒色の樹脂製グリップを備えたものが主流であったが、少数ながら、ベイクライト製グリップも生産された。また、 訓練用として使用弾薬を22ロングライフル弾に変換するコンバージョンキットも製造された。マカロフは軍と警察に配備され、基本的に軍は茶側、警察は黒側、交通警察は白側のホルスターに入れて携行した。共産党体制下のブルガリアにおけるマカロフの生産はフリードリヒ・エンゲルス機械製作所が担当した。 ブルガリアは1970年の時点でソ連からマカロフの生産許可を得ていたが、ライセンス取得後もしばらくはソ連の技術的な支援と指導に頼っており、自国内のみで完結可能な生産体制が確立されたのは1976年になってからであった。仕様としては国印等を除いて目立った独自色の見られない作りであり、他国製のものよりもソ連製のオリジナルに近かった。 ブルガリア製マカロフは自国軍とスロベニア軍に配備されたほか共産党体制の崩壊以降に民間向けとして相当数が北米へ輸出されていたが2007年をもって生産が打ち切られた。中国では中ソ対立勃発後の1950年代以末に入手したマカロフを解体計測してコピーした59式拳銃を製造した。しかしソ連では サブマシンガンの代替に AK-47 などのアサルトライフルが配備されたのに対して、中国軍では 7.62X25mm、トカレ普段を用いるサブマシンガンが多用され続けたため、銃弾の互換性からトカレフ t t 3 3およびそのコピーである54式手槍が製造、配備され続けた結果、ソ連ほど広範囲に配備されず、主に公安組織に配備された。 マカロフと59式の識別点は、59式には悪派の紋章が縦型の中に5星になっている点、オリジナルのマカロフに比べて悪派が細くなっている点、一部部品のグリップマークが異なる点などがある。近年マカロフは日本国内での重犯罪に使用される頻度が高まっている。2001年には日本の警察による押収量がそれまで主流だった。 tt-33 を抜いて1位となった。暴力団では、暴発のリスクが高く、また、貫通力も高すぎて、市街地での使用に適さないトカレフ型を廃して、マカロフ型に切り替える傾向が進んでおり、前橋スナック銃乱射事件、町田立てこもり事件など、マカロフが使用される犯罪も増加している。暴力団関係者の間では、マカロフ型拳銃に、 赤星という通称が付けられている。日本国内で流通するマカロフは、ロシアンマフィアによって北方ルートから密輸される、ロシア本国製のほかジャトーなどによって中国ルートから密輸される、北朝鮮製や中国製のものがある。特に、中国製のものは59式と呼ばれており、オリジナルと同様の QX18mm マカロフ弾のほか西側で、 一般的な 380ACP 弾のモデルも製造されているが日本国内に密輸入されるものはほとんどが 9mm マカロフ弾使用である。2002年にはジャトーが密入国者を運搬するために使用していたトラックからロシア製、中国製のマカロフが押収されている。トカレフ型は大半が中国製だったが中国における59式の製造。 配備が少数だったこともあり、マカロフ型はロシア製のものが大半を占めている。警察白書によると、平成12年以降ロシア製拳銃の応酬量が急増しているという。マカロフ PM の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。レッドリターンズ、カーチャ・ペトロコビッチが使用するほか、モスクワ警察がハンチョバイに対して突きつける。バイラス、 キャプテンフィリップス・アブリワリムセが所持。ストームゲート・ダイハード・サン・サイモン・グルーバーが所持。ダイハード・ラスト・デイ・冒頭・ジャック・マクレーンがナイトクラブで使用するほか、テロリストの襲撃を受けて裁判所から脱出する際に、死亡した警備員から奪って使用する。天気の子主人公、森島穂高が偶然拾った拳銃として登場。劇中では2度の発砲シーンがあり。 どちらも上に向けての威嚇射撃にとどまる。トゥルーライズ、シンクのジハード構成員が、サプレッサー付きのものを所持し、公衆トイレ内で、主人公のハリー・タスカーを殺害しようと心を見るが、失敗する。フランス特殊部隊議員、ミュージアム同盟漫画の映画化作品にて、カエル男が用意したものを、主人公の沢村久志が使用。罠にはまり妻と息子を殺害されたと思い込んだ。 沢村が復讐に走り帰る男目がけ乱射する。ローンサバイバー、ターリバーンのタラクがステンレス仕様のものを所持。ホルスターに入れた状態で、主人公、マーカスラトレル一等兵装をかくまっている村を襲撃する。相棒シーズン9の第7話にて発生した殺人事件の狂気が中国製のマカロフ。劇中では鑑識の米沢が主人公の杉下右京に対し、 近年欧州量が増えている銃と説明している。ゲート自衛隊彼の地にて各戦いリボー国の特殊部隊の装備を呼び、その装備を六角した自衛隊のイン人ガイの装備として登場。高校時編ん、裏世界ピクニック主人公の女子大生、上越空業が使用。なお、同作品はロシア人作家ストルガツキー兄弟のストーカーをモチーフにしている。 ルパン三世お宝返却大作戦。敵キャラクターのトカレフが使用。なおこの際、トカレフに囚われ尋問を受けていた、次元大介が、トカレフがマカロフかと皮肉っている。ファークライシリーズ、ファークライにマカロフ PM マカロフ PB が登場する。耐久度があり、使用し続けると、ジャムを起こしたり暴発したりする。ファークライ3マカロフ PB が登場。サプレッサーやサイト。 マガジン、色などをカスタマイズできる。オペレーション7プレイヤーが使用可能なサブ武器のうちの一つとして登場。STLKER シリーズウクライナが舞台のゲームだけあり、初期装備及び最も基本的な武装として登場。アンチャーテッドシリーズ、UC1、UC が上記の作品に PM-9mm という名称で登場する。 UC1 の初装備で序盤から多く手に入る。エスケープフロムトルコブプレイヤーが使用可能な武器のうちの一つとして登場。エースコンバットアサルトホライゾン物語後半、マルコフがスタグレーショフを射殺する際に使用。コールオブデューティシリーズ、COD、ボーボルクタの収容所で監視が装備しているものを使える。COD、ボーにソ連兵が使用するほか、 プレイヤーも使用できる。バイオハザード7、ハンドガン MPM の名称で登場。ミア操作時のタンカー船内にて、本銃を取り出す直前に絶命した乗組員から回収することで使用することができる。ハンドガンの性能としては、作中で最低クラス。メタルギアソリッドシリーズ、MGS にタンカー編集版で、セルゲイ・ゴルルコビッチが使用するほか ゴルルコビッチの紙幣もサイドアームとして所持している。プレイヤーは使用できない。MGS3 大半のソ連兵たちがサイドアームとして使用する。オセロット少佐も序盤に限り使用。MGS2 に引き続き、プレイヤーは使用できない。MGS4PMM が登場し、プレイヤーも使用可能になった。レジスタンスやコケッコーが使用している。MGSPW マカロフ PM。 マカロフ PB が武器を研究開発することで使用可能になる。KGB のスパイ、ザドルノフもムビー中で、コールドマン終盤でスネークに向けて使用する。メビウスオンラインプレイヤーが使用可能な武器のうちの一つとして登場。レインボーシックス c ジロシアの特殊部隊、スペツナズのサブウェポンとして、また、フィンカ、バルキリーのサブウェポンとして、 PMM という名称で登場している。レッドクルシブルにハット ABCDEF、ザイストジャーマンマカロフ、A コールド、ウォーコレクトブル。2020年7月28日閲覧。ABC トコイマサミ、軍用銃自転改訂版並木処房。2007年。ISBN9 兆7848億9063万2138。 m c m x c v 九百九十五四十六から五十一 a b c d 三ープラスソビエトピストルズマカロフ九ミリメートル二千二十年九月九日閲覧カノヨシノリワイドイラスト中国軍の近接戦闘兵器実力祭展望丸二千七年十一月号時を処方二千七年日本防弾工学研究所銃の基礎知識 2010年5月13日閲覧、ありがとうございます。